さあ今週もやってきました。3分でわかる FC 大阪。5月21日土曜日、 FC 大阪はアウェイ朝日ガスエナジー東インスタジアムにてビアティ三重と対戦しました。この試合は5月15日に行われる予定でしたが、その日が試合中止となり、代替試合としてその日に開催されました。ビアティ三重といえばこのサポーターの多さ。前半チャンスを多く作ったのは FC 大阪。まずは久保がここからセンタリング、そしてきついがシュートしますが、ここはキーパーに取られます。さらに前半41分には久保、しかしここは惜しくも相手に当たりゴールの上に外れてしまいます。そのまま0対0で迎えた前半45分でした。このスローイングから一度は相手にクリアをされますが、その後奪い返してシュート、決まった。 FC 大阪先制です。久保陸斗が難しい体勢から素晴らしいゴールを決めました。上からの角度でも見てみましょう。相手に奪われましたが、しっかりと奪い返しゴール前の混戦から久保が奪って、この体勢からシュート、ゴールキーパーが絶対に取れないだろう、右上にしっかり決めてきました。久保今シーズン初ゴールです。その後 FC 大阪1点リードで迎えた後半21分、コーナーキックからのボールをつながれると三重がボールをキープ、そしてこの位置からシュート、わー決まってしまった。ビアティン三重ディフェンダー池田に超スーパーゴールを決められてしまい、同点に追いつかれます。得点が欲しい FC 大阪は後半29分、今シーズン途中加入のガブリエル・ピレスを投入します。するとそのピレスは積極的にゴールを狙っていきますが、なかなか追加点を奪うことができません。その後もチャンスを作りましたが、ここで試合終了のホイッスル、結局1対1の引き分けに終わりました。2試合連続で先制はしましたが、追いつかれてしまい引き分けです。3勝1敗4分けで現在の順位は5位です。次節は5月28日土曜日、ホーム服部緑地陸上競技場にてコーチユナイテッド FC と対戦します。昨シーズンはホームで勝利している相手、次節こそは勝利を。試合は引き分けに終わりましたが、ホッケー鹿島 MVP を発表します。久保陸斗選手です。先制ゴールを挙げたのはもちろんですが、自慢のスピードと体力を生かしてビアティ三重を翻弄しました。ではインタビューをどうぞ。アウェーってのもあって、僕たちもこうやることははっきりさせたつもりなんで、勝ち点1っていうのを取れたことは大きいですけど、やっぱ勝ち切るっていう部分でやっぱ課題が出てしまったなと思う試合でした。こぼれてきたボールやったので、もうまず振っていこうっていうのは試合の前から考えていたことなので、やっぱそれがやっぱ結果につながったので、前半はやっぱりいい終わり方できたなとは思いました。正直まあ簡単なやつよりああいうのが僕得意みたいで、やっぱそういうのを、まあ、打っていかないと分からないもんなので、やっぱ打つって意識がやっぱりああいうボールに繋がったかなと思います。節はやっぱり、ずっと出ているものとしてやっぱこう点っていうことがずっと課題やったので、アシストの部分は何個かは行ってきたんですけど、やっぱ点っていう部分でやっぱこう貢献できてなかったので、やっと決めれたって感じなんですけど、ちょっと遅かったなっていうのは正直思ってます。去年は、ホームで勝つことができたので、僕らもいいイメージは持ってますし、やっぱこう最近はまあ引き分けで勝ててないので、やっぱこう勝ち切るっていう部分で、やっぱホームでいい流れを持っていくためにも、やっぱ前が点を取って勝たせるように頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。